こんにちは、ランドアーズの森と申します。本日の物件はこちら。西向きの家は本当に条件が悪いのかです。西向きの家は一般的に他の向きの家より価格が安くなるのが一般的です。理由としては西日が当たるとか午前中の日当たりが悪いなどと言われております。ネガティブな要素が多いように思いますが、実際のところどうなんでしょうか。今回の物件は西道路に面した敷地に建てられた西向きの家になりますので、中をご覧になって実際に検証していただければと思います。それではどうぞ。はい、では行きましょう。玄関に収納、これはいるね。というわけで、玄関からまた今日もスタートしたいと思いますけれども、まずね、玄関入ってすぐにこの辺のシューズボックスですね、この字型と呼ばれるようなシューズボックスが設置されております。今回の物件は、姿見がついておりますので、お出かけ前にね、お洋服をチェックして出かける、こんなことができるというタイプとなっております。でさらに、玄関上りまして、一つ目ですね、こちらに扉がついておりますが、じゃあ一体何でございますでしょうか。はい、開けてみますと、このようにですね、収納棚ですね、高さを変えられる可動棚がついている、棚がついております。こちらにね、ただいまと帰ってきて想像してみてください。いらない荷物ね、ここに置いたり、カバンとか置いたりですね、そうしていただくとすっきりこの辺の玄関が、することができますので、小さいお子さんとかね、いらっしゃる方は、もうあんたここにランドセル置くねということで、ね、決めていただくと非常に使い勝手がいいんじゃないかと思います。そして帰ってきてすぐですね、おトイレが行けるようにですね、1階にこのようなおトイレが設置されております。2階にもね、もちろん、おトイレございますのでご安心ください。上にはね、このような収納棚がついた、トイレが設置されております。こちらイナックスさんの、シャワートイレですね、が設置されているということでございます。そしてこちら物件は3階建てになりますけれども、1階に2部屋、お部屋がございます。はい、目に飛び込んでくるあの鮮やかなアクセントクロスですね、一面だけねクロスを張り替えることで、このようにちょっと雰囲気をねパッと明るくさせるとかね、シックに感じさせる、こんな、効果がございます。そしてこちらのお部屋 7.5 畳の、広いお部屋となっておりますけれども、こちらの収納ですね、2箇所、ウォークインクローゼットが2箇所設置されている、非常に、ね、収納も魅力のお部屋となっております。基本的にはここが、寝室として、一番ふさわしいのかなというようなお部屋でございます。そして1階目の2部屋目、こちら 5.7 畳のお部屋となっております。ご覧の通りね、非常に火も入る、お部屋となっておりまして、こちらね、収納はちょっとあの階段の下になっておりますので、若干、サイズとしては可愛らしいサイズとなっております。はい、では2階の方行きたいと思います。はい、では、2階上りましたら、まずですね、通路がございます。正面に見えますのはこちら収納でございます。廊下に一つね、このような、棚がついたタイプの収納が設置されております。特にね、掃除機やなんかですね、大物をこちらに収納していただくといいんじゃないかと思います。はい、そして、おトイレですね、2階にもおトイレがございます。こちらもなかなか鮮やかなアクセントクロスが、目を引くというタイプとなっております。こちらも同じくイナックスさんの、シャワートイレが設置されております。そして、この通路ですね、このようなスライドドアがついておりますけれども、スライドドアを開けますと、このような LDK2 階のリビングが、目に飛び込んでくると。めちゃくちゃ明るいですね。こちら、ちょっと天井を見上げてみましょう。はい、ズドンとこの大きな吹き抜け、これがかなり特徴的ですけれども、このおかげでね、非常に多くの光が、自然の光が、入り込んできている、そんな空間でございます。めちゃくちゃ明るいですね。はい、窓も大きいのでかなり、自然の光取り込めてるんじゃないかと思います。ちょっと眩しいかもしれませんが、ちょっと上見上げてみましょう。はい、こんな感じでね、非常にいい自然の光が入ってきているというタイプでございます。そして、バルコニーもございますので、こちらで洗濯物を干していただく、それができるというタイプでございます。で、リビングから見た、ダイニング、そしてキッチンですね、広さは16畳なのでちょっと狭いんじゃないかと思われがちですけども、非常に綺麗な形ですね、ほぼ長方形に近い形になっておりますので、使い勝手は非常にいいんじゃないかと思います。何やらね、この間接照明でね、少しおしゃれな棚が、作られております。あちらにね、あんな洋書ですか、
英語の本なんて置いていただくとなかなかおしゃれかもしれないですね。そしてキッチンがカウンターキッチンとなっております。でキッチンのこの横ですね、少しパントリーにしていただけるような、こういった収納が設置されております。比較的ね、奥行きございますので、いろんなものを、こちらで収納していただけるんじゃないかと思います。はい、そして、カウンターキッチンになっておりますけれども、少しね、ニッチと呼ばれるこうくぼんだ空間を、こちらね、設置しておりますので、こちらにね、いろんな、ものをですね、こちらに、置いていただくこともできるというようなタイプでございます。カウンターキッチンはですね、このような、タイプとなっておりまして、食洗機もついております。まあ、こちらクリーンアップさんの商品ですね。はい、で、この後ろに、まあカップボードを置いていただいたり、こちらに冷蔵庫を置いていただいたり、まあ、そんなスペースとなっております。でこちらの物件ですね、このキッチンのすぐ横にですね、このような収納、水回りですねがございます。洗面スペースがすぐに、ございますので、ここで、洗濯物、洗濯機を置いて洗濯していただく。そして、こちらで、洗面台ですね、こちらで手を洗ったり、うがいをしたり、歯を磨いたりですね。でこちら、ユニットバスがございますので、水回りがですね、このキッチンの周りにも一極集中している、まあ、そんなタイプでございます。ですので、家事ですね、女性の方なんかは、まあ、毎日のことでございますので、こちらでですね、あまりこううろうろ動き回ることなくですね、家事が完結するというタイプとなっております。でさらにここで、洗濯機を回して洗濯物をあちらのバルコニーで干していただくということになれば、これ3階建てですけども、2階の部分だけでですね、ほぼ家事が完結するというタイプとなっておりますので、まあ、非常にね、女性の方に人気のプランとなっております。そして残るは3階でございますので、3階の方に行きたいと思います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、はい、13段の階段を上りますと、まずこれバルコニーですね。はい、こちらね、もちろんここで、洗濯物を干していただくこともできますけれども、まあ、そもそもね、2階にバルコニーございますので、こちらにわざわざ来なくてもですね、2階で干していただくこともできます。まあ、こちらの3階はね、まあ、お子さんの寝室になったりすると思いますので、そういったね、布団を干していただいたりするスペースとしてご利用いただくといいんじゃないかと思います。はい、で、こちら3階にこのような収納ですね、はい、扉付きの収納がまず1つございます。でなんとなんとこちらにもう一つですね、こちらはまあ扉はないんですが、はい、このような、ね、棚がついた収納があると、一体どんだけ荷物を、入れられるのかというところですね。まあ、でもこれだけあるとね、例えば本とかね、結構かさばりますので、そういったものもね、入れていただくといいんじゃないかと思います。はい、で3階のこちらのお部屋ですね、5.7 畳のお部屋となっております。こちらもね、3階で非常に明るいお部屋ですね、全くこれ収納、さらにね、棚がついていると素晴らしいですね。こちらの物件収納が非常に豊富となっております。まあ、こちらハンガーパイプ付きの収納でございますので、お洋服をかけていただくこともできるというタイプでございます。で隣の部屋に行きたいと思います。はい、こちら6畳のお部屋ですね、こちらもね、窓が非常に大きい窓が、上の方に設置されておりますので、非常に明るいお部屋となっております。こちらちょっとね、収納を、開けてみたいと思います。はい、こんな感じでね、非常に、お洋服もいっぱいかけていただけるような収納でございます。そして最後ですね、こちらもお部屋じゃないんですけれども、こちら特徴的な、一つ、スペースがございます。まあ、今流行りのといったらですけど、まあワークスペース、まあ、リモートワークなんかにちょうどいいんじゃないでしょうか。こういったスペースね、一つ設けておりますので、こちらでですね、お仕事、まあ、ご自宅でやるのは不本意かもしれないんですけども、つけていただく、やっていただくことができるというタイプとなっております。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。まあ、至る所に収納がね、設置されておりましたので、とにかく収納が欲しい、まあ、こんな方にはうってつけのプランなんじゃないでしょうか。いや、本当に家って楽しいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。